まあ、もともとはおもちゃとして日本に広まったんですけど、まあ、今は僕が作ってるのはそのおもちゃではなくて、やっぱり芸術品としての、なのでやっぱり一点一点全部違うんですね。もう世界に一つしかない。散歩してる時とか、そこら辺にこう咲いてる花を見たり、あとはまあ空をこう見上げた時にその雲の形だったりとか、あとは海のね、こう波を見たりとか、まあ、川の流れの水の流れを見たりとか、そういうところから、まあ、自然からアイデアを買う、もらうことが多いですね。覗いて、まあ、ただわあ綺麗っていうんじゃなくて、本当にわあすごいっていう、そういうすごい驚きを与えられるような、そういう作品をね、作って。